ようにこの学校を支える古くから母なる木と呼ばれている大きな木が魔法界の中心であり礎なのです。海深くまで続くその大きな幹からたくさんの魔法界の塵がワクワクだ。こんなの常識だぜ。ちょっと、シロはピコのペン、かわいいね。本当、どうしたの？誕生日にお姉ちゃんがくれたの。そこの皆さん、おしゃべりしたい人には漏れなく、チュワッとラパパ、お口にチャックつけますよ。騒いでも聞こえやしないさ。だいたい消灯時間が早すぎるんだよ。だよね。よっと、キュアップラパパモノマネ。ほうほうほう、そんなに心配しなくても大丈夫大丈夫。ヘアチー、マイザック先生にそっくりだわ。それなら私も。いいぞ、やれやれ。キュアップラパパモノマネ。あなたたち、おしゃべりしたい人には漏れなくチャックをつけますよ。もう先生は。はい。あなたたち、いつまでもうるさくしてる。あら、おかしいわね。キュアプラパパ、明かりをつけ。よし、次はカードゲームやるぞ。はい。さあ、開けてみなよ。これがまさしくサプライズプレゼント。いやー、もうやばい。やばい。ほら、待ちなさい。やっぱりうるさいのはこの部屋ね。開けますよ。あなたたち、いいわね。キュアプラパパ、明かりをつけ。へえ、やれやれ。やっぱり。